SIC 繊維は炭素とケイ素からなる高温に強い繊維で、エアバスやボーイングなどの航空機や宇宙機の部品に使われています。しかし SIC 繊維の製造は非常に難しく、世界で生産できるのは5社だけ。その5社とはどのような技術を持っているのでしょうか。そして SIC 繊維の将来性はどのように評価されているのでしょうか。この動画では SIC 繊維の特徴や応用例などを詳しく解説します。動画が良ければいいね、チャンネル登録をお願いいたします。それでは早速見ていきましょう。まずは SIC 繊維について解説します。炭化ケイ素 SIC は地球上で3番目に硬い化合物で、圧縮による変形を受けにくいという性質があります。新モースコードは13で、炭化ケイ素 SIC より硬いものはダイヤモンド、新モースコード15、炭化ホウ素14だけです。また炭化ケイ素は温度の上昇によって長さや体積が変化しにくいという特徴があります。熱膨張率は摂氏1度あたり 4.5×10⁻⁶ と金属に比べ低く、熱伝導性と相まって熱衝撃に極めて高い耐性を有しています。このように素材として非常に優れた特性を持ちます。ただ SIC 繊維を作れる企業は極めて少なく、世界で日本カーボン、UBE、グンゼ、ダウコーニング、NGS アドバンストファイバーの5社しか製造できません。日本カーボンは2012年にゼネラルエレクトリック、サフランと合弁会社 NGS アドバンストファイバーを設立し、富山工場で年間10トンの SIC 繊維を製造しています。 UBE は1980年代半ばから SIC 繊維の開発に取り組んでおり、製品名はチラノ繊維としてビジネス展開を行っています。ガスバーナーの下に敷いて熱を遮るバーナーマットや、ディーゼルエンジンの排ガス中の粒子状物質を補修するフィルターに採用され、テニスラケット、スキー板に使用されるなど実績を上げています。製造過程の概略は、まず炭素とケイ素、水素で構成するポリマー、ポリカルボシランを引っ張って糸にします。ただ糸にするといっても糸の段階では非常に脆く、成形することが困難です。 SIC 繊維は生産の難しさに、工業化に成功したのは UBE と日本カーボンの2社が群を抜いている状態です。 UBE の化学カンパニー機能品事業部、機能品営業部の中安哲夫部長は工業化に携わった人物の一人です。その取り扱いの難しさに中安部長は、繊維屋だったら糸と思える素材ではない、当時の研究者が何としてもものにしたかったからできたと話します。 SIC 繊維の魅力は非常に高いものがあります。特に航空機業界はこの素材に熱い視線を送っています。主流となっているニッケル合金と比べてみると、 SIC 繊維はニッケル合金と比べて重さが3分の1で、強度は2倍、耐熱温度が1800〜2000度です。ニッケル合金を使用したエンジンは外から取り込んだ空気で冷やす必要がありますが、 SIC 繊維を使用したエンジンは空冷の必要がありません。そのため SIC 繊維を使用したエンジンは取り込んだ空気をそのまま推進力として活用できます。このことの意味は大きく、冷却にはエンジンの圧縮空気が用いられるため、余計に空気を圧縮する分だけ燃料を消費します。冷却を一部でも省略できれば、その分の燃費が向上することになるのです。 SIC 繊維は軽くて熱にも強く、ジェットエンジンにはまさに適した素材といえます。実際ジェットエンジンの素材として SIC 繊維を採用するケースも目立ち始めました。航空機エンジン大手のアメリカゼネラルエレクトリック GE とフランスサフラングループが共同開発したエンジンビープの高圧タービンには、日本カーボンが製造した SIC 繊維ニカロンが使用されています。ビープはエアバス A320neo やボーイングの 737MAX に搭載されており、主力航空機として活躍しています。 GE は SIC 繊維を最新型航空機エンジン GE9X にも採用し、
ボーイングの次世代旅客機 777X に搭載される予定です。さらに経済産業省は次世代構造部材システム技術に関する開発事業に参画して、シキボウ IHI とともに SIC 繊維を用いたエンジン部材開発に取り組んでいます。また次期ステルス戦闘機 F3 のエンジンにも採用されるのではないかと噂されています。ただ日本カーボンや UBE は機体本体への導入を目標としています。 SIC 繊維はニッケル合金と比べて重さが3分の1であるため、 SIC 繊維をメイン材料に機体を製造すれば軽量な機体に仕上がります。軽量であるということは、すなわち加速性能や燃費性能を劇的に向上させることは明白です。象徴的な事例としては、太平洋戦争の主力戦闘機であった冷戦は徹底的な軽量化によって速力、上昇力、航続距離などで当時素晴らしいポテンシャルを発揮した機体として有名です。このように航空機にとって軽さは大きなメリットを発揮します。さらに航空機業界では燃料価格の上昇や航空需要の増加を受けて燃費の良い航空機のニーズが高まっています。こうしたこともあり、機体本体の素材として SIC 繊維採用の意向は強くなっている状況です。ただ明白な課題もあります。材料として高いことです。炭素繊維は 1kg あたり3000から1万円ですが、 SIC 繊維は生産が難しいこともあり、炭素繊維の約100倍の価格とされます。確かに価格は高いですが、性能面では現行の素材を凌駕する性能を持ちます。発注量が増加すれば、増産設備を整備することで生産量が増えて単価は下がっていきます。そのため発注量が増加することがコストダウンの第一歩とも言えます。航空業界を見渡せば、需要が高まる中で燃料費を含むコストダウンと温室効果ガスの排出削減という2つの課題を解決していく必要に迫られています。航空輸送は世界の二酸化炭素排出量の約 2.5% を占めており、ほとんどの航空機がジェット燃料を動力源としています。温室効果ガスの排出削減が叫ばれる中で、機体を軽量化して燃費を向上させることはコストだけでなく温室効果ガスの排出削減にも大きな効果を発揮します。そういった事情を考えれば、需要拡大は間違いない状況であり、日本カーボンと UBE にとっては大きなビジネスチャンスが巡ってくることが考えられます。さらに言えば、航空機業界で成功を収めることができれば、そのビジネス範囲は広がっていく可能性が高いのです。例えば火力発電タービンなどのコアとなるユニットに使われるなど、使用範囲が拡大することは明白です。航空業界を一変させ、 SIC 繊維と日本カーボン UBE が大躍進を遂げるかもしれません。航空機エンジン市場は2029年までに15兆円市場にまで成長を見せると予想されています。特に航空機の燃料効率を向上させる低排出量かつ軽量の新世代エンジンの需要は高まると考えられ、このニーズを実現するために SIC 繊維は欠かせないものになると考えられます。最新鋭のジェットエンジンに SIC 繊維が使われていることを考えると、その流れは間違いないと言えます。 SIC 繊維の活躍場所は航空機業界だけにとどまらず、高温に耐える必要がある場所や耐久性が求められるケースで、 SIC 繊維を求める声は大きくなりそうです。ここまで SIC 繊維についてお話ししてきましたが、日本企業が製造の大部分を占めていることはすごいことです。実際ダウケミカルなどの素材メーカーが製造にチャレンジしていますが、成功を収めることはできませんでした。ただこれは30年以上の研究が商品開発の結果工業化に成功したという経緯があります。 SIC 繊維という製品は粘り強い研究開発という日本企業の強みが出たものです。もちろん現状では価格というハードルはありますが、最新のジェットエンジンには高くても使われていることから、価格の差を上回る魅力があるというわけです。 SIC 繊維を武器に
日本カーボンと UBE が大活躍する可能性も十分考えられます。皆さんは SIC 繊維についてどのように考えますか？皆さんのコメントをお待ちしております。さらにこの動画が良ければいいねとチャンネル登録で応援お願いいたします。 X と LINE でも発信をしていますので、気になる方は概要欄をチェックしてみてくださいね。それでは今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。